1981年の国際連合事務総長の選出には現職のクルトバルトハイムが前例のない3期目の再選に立候補したがサリム・アハメド・サリムに一票差で敗れた上に中国が拒否権を行使した。しかしサリムにはアメリカが拒否権を行使し16回の投票を経ても状況が変わらず膠着状態になった。 安全保障理事会は二人を辞退させた上で新たな候補者を指名し、最終的に選挙活動をせずに自国に泊まっていたペルーのファビエル・ペレス・デ・クエヤルが選出された。ペレス・デ・クエヤルは1982年1月1日からの任期で次期事務総長に任命され、初のラテンアメリカ出身の事務総長となった。着状態の打開のために行われた事前投票は、 以降の事務総長選出の標準的な方法となった。また、バルトハイムに16回もの拒否権が行使されたことにより、事務総長の任期は2期までという非公式なルールが確認され、西ヨーロッパ出身者の次に、ラテンアメリカ出身者が選出されたことで、地域グループ持ち回りの原則が確立された。国際連合事務総長は、安全保障理事会の勧告に基づいて、 総会で任命される。そのため、常任理事国は、各候補者に対して拒否権を行使することができる。1971年の選出では、中国は、第三世界出身の事務総長を希望し、バルトハイムに2度拒否権を行使した後、3回目の投票では棄権した。1976年の選出では、中国は、第一ラウンドでは、 メキシコのルイス・エチェベリアに投票し、バルトハイムに対して象徴的な拒否権を行使した。しかし、第2ラウンドでは中国は、バルトハイムに賛成票を投じ、バルトハイムが再選された。1981年9月11日、バルトハイムは前例のない3期目の再選を目指して、立候補することを発表した。過去に3期以上を務めた事務総長はいなかった。 ウッタントは3回選出されたものの1回目の選出は前任者の残忍期間のみで2回目の選出の任期と合わせて1期としていたバルトハイムは再選に向けてイギリスからの推薦を受けアメリカ、ソビエト連邦、フランスからも非公式の指示を受けたしかし中国からの指示は得られず中国は次の事務総長は第三世界の出身者でなければならないと 再び主張した。他に指名を受けた候補者は、タンザニアのサリム・アハメド・サリムのみだった。サリムは、総会議長であり、総会の過半数を占めるアフリカ統一機構と、非同盟運動の支持を得ていた。また、アンポリでは、バルトハイムの再選に反対する中国の支持を得ていた。しかし、アメリカのロナルド・レーガン政権は、サリムのことを、南アフリカを敵視し、 パレスチナの国家化を支持する反米急進派とみなして反対した。ソ連もサリムの活動や新中派の姿勢を問題視して反対した。しかしアメリカの拒否権行使を頼ってソ連は第三世界に対する投票を避けるために棄権することができた。外交官たちは両候補者とも事務総長選出に必要な過半数の給票を獲得すると予想していた。 しかし、アメリカはサリムに拒否権を行使することが予想され、中国はバルトハイムに拒否権を行使すると発表していた。外交官たちは、1971年と1976年の選出の時のように、中国はいずれ拒否権を危険権に変えるだろうと考えていた。10月27日、アンポリは事務総長を選出するために非公開の会合を開いた。 最初の投票ではサリムが11票を獲得し10票のバルトハイムを上回った。しかしサリムにはアメリカがバルトハイムには中国が拒否権を発動した。ラウンドごとにサリムの支持率はどんどん下がっていき第4ラウンドでは6票しか得られなかった。これはアメリカがサリムの立候補に強く反対していると外交官たちが考えたためである。しかし 中国は引き続き、バルトハイムに拒否権を発動し続け、アンポリは4回の投票を終えて閉会した。アンポリは10月28日に2回、11月4日に2回の投票を行った。バルトハイムの得票は10から11票、サリムは8から9票だった。しかし、中国はバルトハイムに、アメリカはサリムに拒否権を行使し続けた。アメリカのサリムへの反対を主導したのは、 ジョージ HW ブッシュ副大統領だった。それは、1971年に中国の国連での議席をめぐる投票で、当時国連大使だったブッシュが敗れた時、サリムが総会で喝采を浴びていたためであった。一方サリムは、事務総長になれば、タンザニア代表として、自国の利益を代表する必要がなくなるため、公平に行動することを約束した。サリムは、 個人的にはアパルトヘイトに反対していたが、国連事務総長は156の全加盟国の政府の道具であり、南アフリカや他のどの国をも除いた残りの国のための事務総長ではないと述べた。11月12日、アメリカ代表のジーン・カーク・パトリックは、ワシントンからニューヨークへ向かう飛行機の中で胸の痛みに襲われて入院した。 カーク・パトリックが退院した後の11月17日に再びアンポリが開かれ最後の努力がなされた。8回の投票が行われバルトハイムはこれまでで最悪の9票にまで落ち込んだ。サリムは最初の2回で9票を獲得したもののその後はまた発表に戻っていた。中国とアメリカは依然として拒否権を行使し続けていた。カーク・パトリックはこの状況を エーデッドロックウィズイン、エーデッドロックと表現した。アンポリは事務総長を決めることができなかったが、第三世界の国々はサリムが辞退しない限り他の候補者を指名することはなかった。しかしサリムはバルトハイムが辞退しない限り自身も辞退しないつもりだった。バルトハイム陣営は象徴的な拒否権の行使しかしないと思っていた。中国に騙されたと主張した。 1971年の選出で、バルトハイムを破ったが、ソ連の拒否権により選出されなかったカルロス・オルティスで、ロサスは、事務総長は3期以上務めるべきではないと述べた。バルトハイムの支持者からも、個人的な野心で3期目を目指し、事務総長の威信を傷つけていると批判された。アメリカのジーン・カーク・パトリック大使は、アンポリが候補者を指名してはどうかと提案した。 候補者が指名された後に辞退しない限り、アンポリはその候補者をバルトハイムやサリムと一緒に投票することができる。アフリカではすでにサリムの就任を試みて失敗していたため、ラテンアメリカの候補者に注目が集まった。12月には、ウガンダのオララオトヌがアンポリの持ち回り議長に就任した。オトヌはサリムの選出を主導していたが、議長として、 両候補者に事態を求めて、公着状態の打開を図った。12月3日、バルトハイムは事態を表明した。サリムは、アメリカが拒否権を撤回するかどうかを数日待っていたが、12月8日に、サリムも立候補を辞退した。6週間に及ぶ公着状態、前例のない16回の投票を経て、ようやく他の候補者にも門戸が開かれた。 新たに9人の候補者が指名された。中国が第三世界の候補者しか認めないと明言していたため、候補者はアフリカ、アジア、ラテンアメリカの出身者で占められた。ソ連は何人かの候補者に拒否権を行使すると予想されていた。サドル・ティーン・アーガー・ハーンはヨーロッパで育ち、アメリカの学校に通っていた。また、シュリダス、 ランファールはイギリス連邦の事務総長であり、イギリスとの関係が深い。ラテンアメリカの候補者は、アメリカの影響力の範囲内にあると考えられていた。しかし、ハビエル・ペレス・デクエアルは、ソ連との関係が深く、ラテンアメリカの候補者の中では唯一、ソ連に受け入れられると考えられていた。オララオトゥヌアンポリ議長は、候補者を絞り込むための手順を考案した。 本投票の前に無記名投票を行うこととし、常任理事国には青色、非常任理事国には白色の投票用紙が配られた。各理事国はそれぞれの候補者について落胆票か推奨票を投じる。十分な数の推奨票を獲得できなかった、あるいはいずれかの常任理事国から落胆票が投じられた候補者には安保理議長が事態を促すこととした。 12月11日、アンポリは1回目の事前投票を開催した。サドル・ティーン・アーガーハーンが最多の推奨票を獲得したが、ソ連が落胆票を投じた。ハビエル・ペレスでクエアルは、選出に必要な9票に1票足りなかったが、常任理事国の落胆票はなかった。夫の議長が結果を読み上げると、アンポリは白紙喝しに包まれた。 選出は7周目に入って、ようやくこ着状態が解消された。選挙活動をせずに自国に止まっていた、ダークホースのペレスデ・クエヤルが、最有力の候補となった。オトヌ議長は、直ちに本投票に移った。本投票でも、ペレスデ・クエヤルが選出され、総会に推薦された。12月15日、総会は、満場一致で、 ハビエル・ペレス・でクエヤルを1982年1月1日から5年の任期で次期事務総長に任命した。ペレス・でクエヤルは初のラテンアメリカ出身の国連事務総長となった。総会では第三世界が過半数を占めていたため外交官たちはバルトハイムがヨーロッパ人最後の事務局長になり今後の事務局長はすべて 第3世界から選ばれるだろうと予想していた。また、中国がバルトハイムに対して16回の拒否権を行使したことで国連設立から10年官房感謝だった中国が国連におけるパワーブローカーとしての地位を確立した。しかし、その一方で第3世界の外交力には限界があることも示された。中国はバルトハイムを排除することには成功したものの、 サリムのような第三世界の人物を公認に据えることはできなかった。米ソがサリムに異議を唱え、彼の就任を阻止したのである。妥協案として選ばれたペレスデクエアルはバルトハイムと密接な関係にあったため、米ソ双方に受け入れられた。第三世界もまた16ラウンドもの膠着状態の間、統一戦線を張ることができなかった。ある第三世界の外交官は、 中国は面目を保つことはできたが、結局、現行の秩序を修正する立場にはなかったと述べた。1981年の選出では、それ以降の選出で採用された多くの前例が作られた。膠着状態を打開する役割を果たしたオララ・オトゥヌは、外交官の間で高い評価を得た。オトゥヌが考案した事前投票の方式は、 それ以降の事務総長選出でも採用された。バルトハイムの立候補自体によって事務総長の任期を2期までとする非公式な制限が確立し、それ以来3期目に立候補しようとする事務総長は現れていない。また中国がヨーロッパ出身の事務総長の後に第三世界の人物を選ぼうとしたことは同じ地域グループの出身者が続けて、 事務総長になることはできないという前例となった。これ以降35年間、第3世界出身の事務総長が続いていたが、2016年の選出で、ポルトガルのアントニオグテーレスが選出され、バルトハイム以来のヨーロッパ人の事務総長となった。ハビエル・ペレスでクエアルの1期目が満了する1986年、国連は財政難に直面していた。 アメリカ議会が国連への拠出金を削減した後、ペレスデクエアルは、レーガン政権が自国の分担金を支払うことに同意するなら、自分はもう一機務めると語っていた。8月に、心臓のバイパス手術を受けた、ペレスデクエアルは、犠牲を払って、船と運命を共にする必要はないと言った。ペレスデクエアルは、もし人生をやり直せるなら、事務総長ではなく、 ピアニストになりたかったが、でもそれは自分の国では女の子だけのものだったと語った。10月2日、常任理事国の大使たちはペレスデクエアルと会談し、再選のための立候補を促した。10月10日、安全保障理事会は全会一致でペレスデクエアルを2期目の事務総長に選出した。ペレスデクエアルは国連への財政支援の ヒントしか受け取っていなかったが、自分の選出を受け入れる義務があると感じていた。選出時の演説で、ペレスデ・クエアルは、このような状況で辞退することは、国連に対する道義的な義務を放棄することに等しいと述べた。ありがとうございます。